皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、ブム&のリップ2021年新作レビューということでやっていきたいと思います。どちらともティントタイプのリップで、ざっくりした違いをお伝えすると、ジューシーラスティングティントがツヤっぽい感じ、ゼロベルベットティントがかなりマットなふわっとした仕上がり、大きくそんなところが違っています。まあ、スウォッチとかでもねご紹介していくので、そのあたりもね注目して見ていただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。まずジューシーラスティングティント、公式こんな感じの画像が出ていました。ひとかじりした果実からインスパイアされた淡いカラーっていう風に書いてあるんですけど、結構確かに全体的になんかこうちょっとヌーディーな感じ、パキッと高発色というよりかは肌なじみが良さそうな落ち着いたカラーが多いなと思います。でゼロベルベットティントは公式でこんな感じ画像出ていました。あのヴィンテージフィルターシリーズっていう名前なので、離れた感じの色が多いのかなと思っていて、色見る感じだと割とブラウンっぽい感じ、ベージュっぽい感じ、さっきのジューシーラスティングティントもそうですけど、肌なじみのいい色が多いのかなという感じです。でちょっとね、まず一旦全部スウォッチ一気にご紹介します。思ったより色濃いのもありそうだなっていうのがまず一個感想です。割と全部淡い感じなのかなと思いきや、結構パキッと発色してくれそうなものもあります。ただなんかまあ22、23あたりの色はどちらとも結構ヌーディーっぽそうな印象かな。近くで見ていただくとこんな感じです。色の変化はね、今塗ってからちょっと時間経ってるんですけど、全然起きにくそうな感じではあります。ちょっと一回このままティッシュオフしてみますね。どうですかね、まあ薄くはなりますけど、そんなに色味青みピンクになるとかはあんまりなく、もともと塗ってあったものがそのまま薄くなるような、そんな変化かなと思います。全然そこは気にせず使えそうです。はい、では1個ずつ塗っていきたいと思います。ちょっと個人的な理由により、ゼロベルベットティントからいきますね。はい、こんな感じです。めちゃめちゃ可愛くないですか？もう個人的には超ど真ん中でタイプのカラーです。上唇も普通に塗るだけでちょっとボケたような感じになるのは、この質感とこの色の組み合わせだからこそなのかなと思います。こう薄めにポンポンって塗る感じにするとかでまた変わってくるとは思うんですけど、公式だと一応すっぴんでも自然に馴染むヌードベージュっていう風になっていて、私が今つけた感じ、確かにすっぴんに使っても馴染みそうなくらいのベージュだとは思います。ただめちゃめちゃヌーディーかってとそういうわけではないかなと思ってて、しっかり血色は出るヌーディーなリップかなと思います。すごく優しげなカラーで、もう本当にとにかく私は好きな色です。多分好きな方は多いと思います。はい、次23番のヴィンテージトープを塗っています。さっきと比べるともう少し色はっきり出ていて、ベージュというよりかはブラウンに近くなったようなカラーです。色味としてもはっきりだし、色のトーンとしてもちょっと落ち着いたような、まあ、全体的に大人っぽい雰囲気に寄ったカラーかなと思います。よりヌーディーな感じが良ければさっきの方が向いているし、もう少しこうはっきりさせたいとか、メイクしてる感出したいとか、そういう方にはこちらの方がいいのかなと思います。なんかですね、色味としてはレッドブラウンというよりかはローズブラウンにも近いような感じ、赤みブラウンというよりかはちょっとピンクっぽさもあるブラウンをしています。なんでこうブラウンっぽさはあるんですけど、そんなになんか暗すぎる色ではないので、これも意外と使いやすいのかなって感じがしますけどね。公式の画像かなりブラウンっぽい感じなので、それよりかはもう少し色味出るかなと思います。まあでも人によりますね。私が塗るとですけど、ちょっとそんな感じでした。はい、24番のフェードレッドというカラーです。公式によると派手すぎず顔色を明るく見せる色あせたレッドっていうことなんですけど、最初に塗った2つが結構ヌーディーブラウン系だったので、その、まあ、ギャップもあってこれ塗ると結構色あせたというよりかは割とビビットに近いような派手な色だなっていう印象を私は受けました。なんかでも純粋な赤というよりかはちょっと濃いピンクにも近いような色だと思っていただくと、多分ギャップが少ないかなと思います。ベリーっぽさのあるレッドかな。確かに華やかなので顔の印象はすごいパッと明るくなったなと思ったし、結構こういう色使うと浮きがちなんですけど、そこまで浮いた感じしないので、そういう意味ではちょっと派手すぎないっていうのも分かります。ブラウン系のリップとか使ってもちょっと顔沈みすぎちゃう方とかはいいかもしれないですね。なんか結構華やか系カラーです。はい、25番ナードピンクを塗りました。こちらですね、パープル系のピンク色って書いてあるんですけど、まあ本当に私的にもその通りだなと思いました。肌なじみのいいピンクというよりかはパキッと色が出るようなお人形さんみたいな色をしています。今日はもうアイメイクとかも変えてないのであれなんですけど、ここをピンクっぽいのとかパープルっぽいのとかで合わせても可愛いかもしれません。パープル系のリップではあるんだけど、赤紫というよりかはどちらかというとちょっと青紫っぽい感じに近い色でも、なんかその顔色がすごい悪くなるっていうよりかは青紫っぽい
プラスピンクっぽさもあるので、ラベンダーとピンクみたいな、どっちかっていうとそういうイメージのカラーです。はい、以上で一旦新色4つすべて試し終わりました。どうですか、皆さん的に気になる色はありましたかね。まあ私はもう一番最初の22番が大好きですけど、まあ、人によってそこは様々なのかなと思います。一応4色並べるとこんな感じです。あんまり似たり寄ったりというよりかは、それぞれ独立したような異なるカラーだったかなと思います。肌なじみ重視だったら22番がおすすめだし、ちょっとまあ赤っぽい感じ、ブラウンっぽい感じ出したかったら23番、ブラウン系というかは本当になんかパキッと色を出したくて、なおかつレッドピンクみたいな色好きだったら24番だし、まあ、パープル系だったらもう25番一択だしっていう感じで見ていただくといいのかなと思います。でもね、多分つける人によってだいぶ変わると思うんですけどね、この色の見え方は。はい、一応こんな感じでした。ではではジューシーラスティングティント22番から塗っていきます。これ本当に粘膜カラーってやつかな、もしかして。はい、22番のポメロスキンというカラーです。めちゃめちゃ可愛い色ですね。もう大好きです。もう皆さんも私の好みが分かってきてしまったかもしれないんですけど、私は本当に大好きなカラーです。ヌーディーオブザヌーディーみたいな感じでめちゃめちゃ馴染むカラーです。まあ色の系統としては本当に肌馴染みのいいベージュと思っていただくといいと思います。ちょっと軽くオフしてみます。オフしてピンクっぽくなるとか色が変わる感じはないんですけど、やっぱりそのヌーディーだからこそツヤっぽい方がちゃんとメイクしてる感が出るというか、ツヤっぽさが取れるとすっぴんっぽい感じに近づくというか、そんなところはあります。ベルベットティントの22番もヌーディーだったんですけど、比べるとやっぱあっちの方が血色感が出ていて、こちらの方が本当に肌と近いような、そんなカラーかなと思います。ヌーディー系リップ探してる方すごくおすすめです。では次いきます。23番のヌカダミアっていうカラーなんですけど、マカダミアじゃなくてヌカダミアなのかな、ちょっとそこが疑問だった。はい、スウォッチで見た時に22番とめっちゃ似てるなと思ったんですけど、塗ってみると結構違いました。こっちの方がやっぱ色かなりしっかり出ます。ベージュというか本当にブラウンリップって感じかな、レッドブラウンの色をしていると思います。さっきのヌーディーな色も個人的にめちゃめちゃ好きなんですけど、やっぱりああいう薄い色だとちょっと物足りないなって感じる方も多いのかなと思ってて、そういう方はこっちの方が合いそうですね。なんかまあ可愛らしい感じにも使えるけど、割とはっきりはしているので、ちょっと大人っぽくも見えるような万能で使いやすそうなカラーです。ちょっとオフしてみますね。これ色変わるかな、結構。こんな感じ。オフしてもあんま変わんないですね。結構はっきりカラーで。薄くはなるけど、まあ、ちゃんと色残るし、変化して違う色になる感じもないし、まあ、結構そのままツヤっぽさだけちょっと取れて薄くなるようなイメージです。いや意外と違うから、これは好み分かれるんじゃないかなって気がする。色残りそんなにないと思うんですけど、ちょっと24番いきますね。はい、24番のピーリングエンドっていうカラーです。思ったよりこれが23と似てたんですよね。こっちが23で、なんかレッドブラウンなんだけど結構ブラウン強い感じで、24番の方が、まあ、レッドブラウンのちょっとレッド強めになってた感じって言ったらいいのかな、似てますよね。でもでプラスして気持ちいい赤だけじゃなくって、ちょっとローズっぽい感じもあるかなと私は感じました。ローズプラスレッドプラスブラウンだけど、ブラウンがちょっと少なめなイメージがこの色です。でも23とめっちゃ似てます。ちょっと落ち着いた感じが良かったら23番だし、もっと色味しっかり出したかったら24番だし、そのくらいの違いかな。かなり似てます。この2つ多分迷う方多い気がする。ちょっとオフしてみます。オフしてもこんな感じ。うん、やっぱこうやって見るとブラウンっていうよりかは赤とかが強いのかなって感じですね。ちょっと華やかめな色探してる方にはいいかもしれないです。じゃあ最後いきます。はい、25番のベアグレープ塗ってみました。あのですね、22だけちょっと特殊で、23と24と25は結構似てるなって思いました。もっとパープルな感じになるのかなと個人的に思ったんですけど、そこまで紫って感じにもならなかったし、すっごい青みピンクみたいな感じでもないし、どんな色かっていうと落ち着いたローズ系リップ
って感じです。ローズブラウンってほど暗さはないんですけど、ローズとちょっとベージュっぽい色かな。なんかがっつりローズってほどパキッとは全然しなくって、肌にも割と馴染むんだけど、でもやっぱり最初の方に使ったベージュとはまた違うような、ローズの色もちょっと主張してくるような、そんなカラーです。いや、これ表現が難しい、まあ、とりあえずもローズ系の色です。レッドブラウンとかとも違うし、パープルほど紫が強いわけではないです。オフしてみます。あ、オフするとあれですね、より使いやすいかも。個人的には色が薄まるから、私使うんだったらこれくらいの発色のが好きかもしれないけど、色の系統としてはやっぱりそのローズっぽい感じ継続なので、極端にこう変化する感じは全然ないです。はい、ということでこっちのジューシーラスティングティントも4つ使い終わりました。まとめてみるとこんな感じです。あのですね、マットの方よりもこっちの方が結構色の差別化というか表現が難しかったです。一番肌なじみがいいのは22番だと思ったので、そこはもう揺るぎないんですけど、あと残りの3色で言うのであれば、一番この中で落ち着いた感じ、深み欲しかったら23番、結構レッドブラウンのブラウン強い感じなので、で、あとの2色24と25もまあ比較的落ち着きはあるんですけど、その中でもレッドの方強い方が良かったら24番だし、ローズが強い方が良かったら25番なんですけど、ただ色のその鮮やかさで言うと24番の方があるので、華やかさ重視の方は24番の方がいいかもです。はい、ということで全てねこれでレビューし終わったんですけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりちょっと公式の画像だとイメージしにくいところもあると思うので、ご参考になれば嬉しいです。まあ、個人的にはですけど、好きなのは両方とも22番のカラーかな。マットの方もツヤの方も22番が好きでした。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。